本日は東京のワンルームチームチームリーダー2人とですね、不動産投資に関するよくある質問、まあ、ワンルーム編ということで、普段個別相談とかで、よくある、ね、皆さんからいただく質問だったりとかお問い合わせいただいた、質問に、2人に答えて、いっていただきたいなと思います。3点ユニットとシャワーブースどっちがいいのっていうことで、3点ユニットとお風呂トイレ別だったら間違いなくお風呂トイレ別の方がいいと思うんですけど、この3点ユニットとシャワーブースどっちがいいか、それぞれ AB せーのじゃん、シャワーブースの方がいい、シャワーブースの方がいいですね。自分もし自分が住むんだったら3点ユニットよりもシャワーブースを選びます、絶対。あとは家賃がシャワーブースの場合だと、エリアによっては1万円くらい高く取れたりすることもあったりとか、シャワーブースだったらさ、お風呂疲れないんだよ。お風呂若い人そんなに疲れないじゃないですかねそうか、特にその都心部に住むような方であれば本当に寝に帰ってくるっていうイメージだと思うので、シャワーだけあれば十分かなっていう。そっか、俺なんかね、なんか二日酔いの朝とかお湯たちょっと熱々で溜めて大体使ってちょっとお酒抜こうかななんて思ったりするんですけど、湯船使んない。今はお風呂があるタイプのお部屋に住んでるんで浸かること、冬だったら浸かることもありますけど、寒いしね。いや別にそんなに絶対浸かりたいかって言われるとそんなこともなく、で、まあ若いスタッフに聞いても別にそんなに浸かってる人もいなかったりするんで、意外となくてもいいのかなとは思ってますね。賃料的にもシャワーブースの方が取れるんだっけ？3点ユニットよりも、取れますね。あとは競合もやっぱり少なくなってくるので、シャワーブースの方が賃貸付けもできますし家賃も取れるのでおすすめかなとは思ってます。じゃあお部屋が同じ広さだったとしても、はい、1万円払ってでもシャワーブースの方がいい？1万円まあ場所によります。悩みますね1万円って考えると、まあ自分が本当に借りるって考えると迷うと思うんですけど、じゃあ5000円とかであれば全然シャワーブース、5000億払ってでもシャワーブースがいい。はい、お部屋だったらシャワーブースがいいです。ああそっか。まずその3点ユニットの嫌なところが、はい、中がすごい湿気で、トイレットペーパーびちょびちょになったりとかするじゃないですか。お風呂とか溜めると。そうならないですか？まあそれは嫌だね。水蒸気お湯溜めて使ってて、もう暑いね、水蒸気とかで、ユニットバスの中がすごいもうサウナ状態になっちゃってて、それでトイレットペーパーびしょびしょになって。なんかホテルとかだと結構換気扇こうグワングワン回ると思うんですけど、やっぱり古い物件だとそんなにこうグワングワン回らなくて、なかなか抜けない時はありますね、こう水蒸気とかが。なんか一人暮らし実はしたことがないんですが、はい、シャワーをピーって浴びてね、便器掃除できたりしたら楽じゃんみたいな。そんなことない。はい、どうもチャットいただいてます。ああチャットいただいてる。はい、はい、お願いします。古い3点ユニットではなく綺麗な交換した3点ユニットでもシャワーブースより不人気ですか、ということで。結構悩ましいですよねこれ。すごい悩ましいですよねまあそこは本当に個人の価格の設定に、そうですね、寄りそうな気がしますけど、じゃあさ、今ね持ってる物件の3点ユニットが壊れちゃったりしてて変えないといけません、はい、新規で3点ユニット入れるのとシャワーブースに入れ替えるのと、まあ、費用はねそんなに変わんないでしょ。3点ユニット変えても80万ぐらい、シャワーブースで100万ぐらい、まあ、20万ぐらい違うのかって言った時はどっちを提案しますか？シャワーブースで提案させていただきます。ってことはシャワーブースの方がいいと思うね。そうですね、新品の3点ユニットよりも。そうです、自分が入居する何なんだよ。いや入居する側だったら3点ユニット綺麗だったらって思ったんですけど、そのシャワーブースのがいいですかね、やっぱり家賃取れるんで。迷いどころではあるんですけど、まあ、シャワーブースの方が既存の3点ユニットからシャワーブースに変更すると、まあ、それだけ、まあ、若干工事はかかりますけど、まあ、家賃がまあ上がる可能性があるっていうのと、まあ、その家賃がやっぱり上がれば最後こう出口取るときにその分まで回収できたりもするので、シャワーブースの方が
いいんじゃないかなと思います、はい、あとはまあでも結局予算のお話になるので、うん、そこはまあ、 投資家様の方針次第っていう感じじゃないですかね、うんうん、まあ基本的にはでもシャーブースの方よりそうですね、シャーブース推し推しですね。推しです、うん。まあでも上がらないエリアでシャワーブースにしても、うん、あんまり意味ないので、本当に。まあその辺はじゃあエリアも含めて、ね、そうですね。物件ごとのにご相談いただけるとよろしいんじゃないかと思います。はい。本日もですね、CF ネットの365日配信、ご視聴いただきまして、ありがとうございます。こちらのコーナーでは皆さんからですね、気になる質問、疑問等ですね、お寄せいただけたら2人にいろいろ答えてもらいたいなと思いますので、気になる質問等あればどしどしお寄せください。そしてワンルームマンションに関しましては、毎月1回、ミニフィールドワークですね、物件のリアルの見学会と、まあ、新着、物件説明会、こちらは毎週ですね、開催しておりますので、そちらからですね、どんどん物件の情報っていうのをですね、入手していただければと思っております。また個別相談もお待ちしておりますので、ぜひともご連絡してください。 CF ネッツでは不動産投資、賃貸管理、相続対策、資産形成、土地活用など不動産に関するあらゆるご質問にお答えします。皆様からのご質問をお待ちしております。